戦なれば今生の別れとなるやもしれず。それは覚悟の日々でございました。一日一日を私の一生だと思いつつ過ごしてまいりました。生きるか死ぬか知れぬが、いずれにしても私が戻るところは静かのもとぞ。お待ちしておりまする。お送りしとう存じます。静か。では参る。同志。
義経様、静香様のことは私に任せて、私が静香様の面倒はちゃんと見るから。頼んだぞ。主従はついに運命の一の谷へと出陣なされたのでございます。狭き浜、海には水軍、味方は一たまり。